谷翔平、パスタは塩で食べる、驚きの私生活密着24時、摂取カロリーへのこだわり、二刀流の天才の作り方、大谷がパスタは塩で食べると話すと、それを聞いたソフトバンクの近藤健介、29、が、それ、人生、つまんなくね、美味しくないじゃんと突っ込んだところ、大谷は美味しいと返したそうです。ソースは、かけない、塩パスタくん。でそれ僕やないですか、塩麺の時代来てるね。意識低そうな後ろのラーメン神戸太郎の方が気になるわ。塩パスタ飽きませんってほんまに。オリーブオイルとニンニクと鷹の爪も入れろ。わい毎回塩でパスタ茹でるけど高温出すためだと思ってた。具材ソースだ返しな。素材の味がわかるから普通は塩だな。弁当のおかずの下に敷いてあるやつか。米の代わりなら多少はね。他弁とかで昔入ってた油水溶の塩コショウパスタ実は好きやった。今も入ってるよ。意識が極まってくると調味料すら NG なのかよ。塩パスタめんどくさい時に昼飯で時々食うけど普通にうまいで、水100に対して1の割合の塩がうまいんだっけ。パスタって茹で時間表記より30秒とか1分短くするってよくあるけど、あれなんでなん。ペペロンチーノも言ってみれば味付けは塩だけやで、通過塩茹でだろ。かわいそうに本物の塩パスタを食べたことがないんだな。ストイックすぎる。塩パスタってなんや。オイルと塩でソース作るってことか。素材の味、大谷はオリーブオイルもかけなそう。回しを結びみたいなもんやろ。うまいんか。うーストイック W。 正直意識低いよな。鶏ささみやブロッコリーでも食ってろよ。炭水化物どこで取るんだよ。